はい、現場へ着きました。あ、ここは土足はダメだな。綺麗だから。ドキンだね。ドキンちゃんなんつって。よいしょ。汚ねえ靴やな、ほんと。いいね。かくれんぼができるよ、これ。ほら、ここに隠れたりさ、この上に隠れたりね。うん、あ、ここに隠れてるね。よっしゃ。っていうことをね、楽しめるから。はい、じゃあ次は、なんでしょう。おトイレですね。はい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 。いい感じじゃないですか。これは多分開けても綺麗なやつだな。もう見てわかるよ。見たい？今回だけ皆さんに特別見せてあげよう。ほらな。あ、でもちょっとやばいか。今ちょっとなんか、おお、ラッキー。これは助かる。トイレットペーパーがね、たまにあるんだよ。うん、これは助かるね。うん、これは安心。まあ一応ね、道具箱の中にトイレットペーパーは持ち歩いてんだけどね、いざっていう時のために。はい、洗濯パン OK。 あー、やっぱりいつもの 1K と違って、浴室かなりでかいね。広めだね。うん、ほら、石鹸カスがすごいでしょ。これも遠くから見ちゃうとさ、こうやってほら綺麗に見えるじゃん。だけど鏡だってこんなだよ、ほらね、鱗落とし。で、これが洗面。いい感じだね。うん。ナルシストの人はね、これだけ鏡がでかいと最高でしょ。うん。ああ、もうすべてがでかいわ。ね。やっぱ高級マンションともなると、うん。もう見るものすべてがでかい。うわ、いつもの倍でかいよ、これ。すごいな。パッと見綺麗なんだけどね。油はでもあると思うよ、それなりに。うん。で、これは、よっしゃ、ここに隠れてられるな。あれ、なんだこれ。あ、そういうことか。ね、かくれんぼやりたい放題で。うわ、すごいな、このエアコン。えぐいな。でっか。なにこれ。こんなエアコンが必要でしょうか、これ本当に、ね、クリーニングのことを考えてないこの作り、やめてほしいよね。いやいやいや、これ分解大変だよ、これ。マジかよ。あ、もうね、これ収納があって、今日は、ね、どんな服着ていこうかね。まあ俺の一長羅は作業着、しかもトライチっつってね。で、ちょっとお金持ち気分を味わうには、こういうカーテンを開けるときにね、こんな感じでさ、で、ここでタバコでも吸いながらね、いいじゃん、ほら。あ、でもやっぱり鴻巣だからな。何しろ景色としてはいまいちだね。うん、なので閉めちゃいます。つか、カーテンついてんのうざいな、これ。ガラスサッシやるんだよ、クリーニング。もう端に寄せてうまくあれするしかないね。うん、はい。じゃあ、そういうわけでね、まあ今日若い子がね、2年も経験しているっていう、来るんだろうか本当に。今日なんかジモティの問い合わせで来たらしいんだけどさ、バックレル率高いんだよね、ほんと。ジモティから来る人たちは、だってもうほんと来る人が稀だもん。もう10人中1人来てくれるか来てくれないかっていう、そんなところだから、ほんとにね。だ、来てくれた人はほんと稀。まあ信じるけどさ、でもあんま期待はしてない、正直。来てくれなかったってなっちゃうとさ、がっかりしちゃうからね。うん、いやー、しかしね、うん、トイレットペーパー助かる。うん、最高。まあ持ってんだけど、予備にさ、あればあれだけでしょ、トイレットペーパーもね。うん、
はい、じゃあね、そういうわけで、今日も一日、いや、今日も一日どこじゃない。今日、明日とこの現場は続くんで、ただ一人になっちゃった場合は、ね、二日で足りるのかって感じだけど、でもまあある程度綺麗だから、いけるかもしれないね。はい、じゃあそういうわけで今日も一日頑張りたいと思います。